金太郎飴になるのが怖かったっていう部分はあると思います。他の選手とか見ててもみんなサングラスかけて同じような服装してで同じようなゴールのシーンして成功したいっていう気持ちもあったしでオンリーワンになりたいっていう気持ちもあったからこのまま日本でやっていても自分の可能性っていうのが最大限生かされないなっていうのを当時思ったので、自分が挑戦したいことっていうのがこの目の前の世界に広がってたのでアメリカに挑戦してみようっていうふうに思いました。また自分はこれから強くなっていく段階だから、時間はかかるから今我慢だっていうところは思ってましたね。自然と接するように自分自身もこうそれに溶け込んで、リスペクトするっていう意味で向き合って走っていかなきゃいけないんだなっていうところを意識するようになりましたね。じゃあ僕自身がベストを尽くして自信を持ってやれば事実的には僕が台風の目なわけだから、世界大会、すぐですけど人生最大のその瞬間であることは間違いないですし、ただ新しい自分が見つかるのかなと思います。